これ出ますか？ PVP はね、まだちょっとかかるかな。ようやって今土台がほぼほぼ完成してきたんだけど、まだちょっと通信周りのね遅延問題とかがね終わってないから、ね、PVP で公式大会はどうかな。まあ一応今のところまあカジュアル戦とランク戦みたいなの入れようかみたいな話はしてるけどね、まあ、大した報酬ねえけど、むしろ報酬ないけど、あくまで名誉がもらえますみたいな話ですけどね。まあでも PVP は多分一番スキル周りが大変なんだよな、実装が。固定外だとスキル手法、うん、いっぱいあるよ。いっぱいある。ユーザーが動画出すためにハッてなるから嘘やんと思って。いやそうっすよ、 PVP はまあ名誉だけにしとかないと、まあ多少もらえてもなんか復活の雫がちょっともらえるとかそんぐらいかなと思ってるんですよね、うん、あんまりなんか雫玉のかけらはそんなにあげたくないな。なんかその上げちゃうとなんか必須コンテンツになっちゃうから嫌なんですよね。うん、あくまでカジュアルにちょっと戦ってほしいなっていうのもあるし、本当に好きな人がやるっていう。ただその目指せ、なんかその目指した先がないのもちょっと問題じゃないですか、はい、だからただなんかそのスキルポイントとかはまあ多分もらえないはずなんですけど、なんかそのなんか家具はあってもいいかな、なんかその トロフィーとかね、はいはいはい、そう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 、なんかそういうのはちょっとやりたいなとは思う。なんか前ユーザーさん言ってたんであれですけど、そもそも PVP の時のスキル性能はあの通常マップと異なるので、うん、異ならないと無理なんで、だからなんかその専用マップだけなんかスキル性能が違うは全然ありえます。あとは一部スキル使えないとかも全然あります、まあ、まあそれはそういうもんです。戦力偏りないようにね。そうそうそう、まあそうですね、まあ、そしてアタッカー PVP かけられても、まあ、やらない人はやらないでいいんだったら全然それでもいいとは思います。まあ多少なりはね、やっぱ報酬ないとやる気にならないですからね、みんなね、うん、やるからにはやりたいって人もいますから。シールドキャノン制限かかるというか、多分威力増加がないんじゃないとは思うけどね、多分どんぐらいするか全然決まってないけど、てかその辺踏まえての調整はまだ1ミリもやってないんで、まだ基盤ができてないですからね。あでも一応この夏ぐらいにはまたピローとなんかサンプルバトルしようかなとか思ってますけどね。はい、まあ、PVP 荒れるっすよ、も闘技場式なんで死んでるー本日 Today 3 days クーフー Yeah NO、 まあ、でも正直レベル220体で HP9000 ってもうだいぶ適正以下だけどね。出血中で殴れないなら通常攻撃しなさいよ